ハーツチームイオタの12号車ポルシェ963は、6月13日に行われる WEC 世界耐久選手権第4戦、第92回ルマン24時間レースの最終予選、ハイパーポールを欠場する危機に瀕している。イル・スティーブンス、ノルマンナと、カラム・アイロットの3名がドライブするこの車は、12日水曜夜、 予選セッション後に実施されたフリープラクティス2、FP2 でクラッシュを喫した。イギリスのチームは現在、シャシーの交換作業に追われている。映像を確認すると、アイロットが乗り込んだ12号車ポルシェ963はテルトルルージュ手前の S 字コーナーでコースを外れ、バリアに衝突してフロントに大きなダメージを負った。このアクシデントの直後、 トラックでは赤旗が提示されたが、幸いアイロットに怪我はなくその場を立ち去ることができた。ハーツチームイオタの代表を務めるディーターガスは、チームは週末の残りの選択肢を理解するため、状況を慎重に評価している、と述べた。最も重要なことは、カラム、アイロット、ガム傷であることだ。 レースマーシャルとメディカルチームの迅速なサポートにとても感謝している。同志はマシンについては深刻なダメージがあったことを明かした。残念なことにモノコックにダメージがあり、交換しなければならない。チームはマシンの修復に懸命に取り組んでいる。これと並行して、アコフランス西部自動車クラブや FIA 国際自動車連盟と継続的にコミュニケーションを取り合っており、 次のステップを伝えることができるようになる前に、すべてのレギュレーション上の義務を果たせるようにしている、マイクサスパで勝利を収めたこの車は12日の夕方に行われた予選をハイパーポール進出圏外のクラス9番手で終えた。しかし、セッション終盤にコースオフし赤旗の原因となった小林かむいの7号車トヨタ GR010 ハイブリッド、トヨタガズーレーシング、 の全ラップタイムが抹消されたことで、ハーツチームイオタの1台は8番手に繰り上がり、今大会のポールポジションを争う機会を得ている。ただし、12号車ポルシェが無事にハイパーポールに出走できるかどうかは、現時点で不明だ。現地20時、日本時間14日3時に始まるハイパーポールセッションの前には15時、日本時間22時、 から3時間のフリー走行、FP3 が行われる。